ちょっとやめてよ。今がチャンスだって。せーの。これは寝技の練習です。違う。何が違うんです？こうしてこうやってこうだ。そしてこういう体勢の時は耳を攻めると意外性があっていいぞ。なるほど。なるほどじゃね。ところで津田くんだったよね。ああはい。もうことあるごとにむつみが君の話するからさ。やだな。高俊くんは部を作るときいろいろ協力してくれたから感謝してるだけだよ。気にしないでね。うん、早く解いてあげなよ。みんな行くよ。どうしたの？大丈夫？練習中受け身失敗して手首がこきって。むつみよく食うね。見てるだけで腹いっぱいになるわ。こんくらい余裕余裕。あ、三つ葉も今日食堂だったんだ。ああ、三つ葉も今日食堂だったんだ。あれ、なんか急に食欲なくなっちゃった。へえ、それがピュアだと。うちの部長はいつも一番に来て練習してるからね。へえ。となると将来の夢はやはり。はい、お嫁さんです。もし寒くて動けません。じゃあ今日は寝技の練習をしてみては。裸で。もう何言ってるんですか。裸じゃ組めませんよ。そのツッコミは的確でない。体を動かし温まる。段取り行くよ。おー、さあ行こった。よっしゃー。皆様大変お待たせしております。本番の打ち上げ花火の前に。本番？あ、いやいや。あ、今本番に反応した。失礼しました。はあ、天野。はい、会長。今日の予定は。何もないです。何もないのは平和である証拠だな。警察じゃないのでそれはないかと。何か意見があったら言ってくれ。こらこら、その催しじゃないぞ。しゃっくりです。今日のお昼の放送は我々児童会が担当します。生放送だから緊張するな。初めてだし。録音にしますか。先生に聞いてみよう。初めては生の方がいいですか。大掃除は大変だな。そうですね。あ、私ゴミ捨ててきます。頼む。汚れても体は汚れてないぞ。全く気休めになってません。